CDC7600。CDC7600 CDC は CDC6600 の後継機として c m o r e イが設計したコンピュータであり、1970年代に向かうスーパーコンピュータ市場におけるコントロールデータコーポレーションの視野を伸ばすことに貢献した。クロック周波数は3 6 4ヘルツ、クロックサイクルは27.5ナノ秒で 65K ワードの記憶。 次期コアメモリと可変容量最大 512K ワードの二次記憶を備えている。6600の約10倍の速さであり、アセンブリ言語で書いたコードでは約10マフラップスの性能を発揮し、理論上のピーク性能は36マフラップスとされていた。さらに1970年初めに行われたベンチマークテストでライバルである IBM のシステム、 360モデル195より若干良い性能を示した。1969年にリリースされた当時、オプションや機能を追加すると価格は500万ドル以上となった。6600がリリース間近になるとクレイは興味を失い、その後継機の設計を開始した。マシンを多少早くすることは1960年代以末には難しいことではない。 集積回路の導入は部品の実装密度を上げ、クロック速度の向上をもたらす。トランジスタも製造工程と品質の改善によって若干性能が向上していた。しかし、これらの改良で見込める性能向上は2倍、頑張っても5倍であり、クレイの目標である10倍は達成できない。6600で機能ユニットを10個搭載して並列性を利用しているため、 さらに機能ユニットを追加しても効果は期待できなかった。この問題を解決するために、クレイは命令パイプラインの採用を考えた。6600では、複数の命令を同時に実行できるが、一つの機能ユニットがある命令を実行している。間は完了を待って、次の命を渡す必要があった。ある期間、一つのユニットの中の大部分の回路は使われていない。パイプラインでは、 前の命令が完了する前に次の命令を供給し、従ってマシン全体と同様に各ユニットも効果的に並列動作する。性能改善の程度はユニットが処理を完了するまでの過程を何段階に分割するかにかかっている。例えば6600で除残は10サイクルかかったが、これをパイプライン化すれば10倍の速度となることが期待できる。 しかしことは決してそんなに単純ではない。パイプライン方式はユニットの回路をステップごとに完全に分離しなければならない。これは非常に困難である。それでも7600でのパイプラインは6600と比較して性能を3倍に向上させた。クレイは以前と同様実装の問題に注力しサイズを小さくして信号経路を短くし 動作周波数を上げることに努めた。7600では、各回路モジュールは、最大6枚のプリント基板から構成される。各基板には、超小型の抵抗器や、ダイオードやトランジスタを、びっしり実装した。6枚の基板は重ねられ、相互接続され、非常にコンパクトにまとめられた。ただし、そのために修理は困難になった。しかし、 その中密なパッケージングは最も大きな問題をもたらしていた。発熱問題である。7600のために、クレイは6600と同様に、ディーン・ラウッシュに依頼した。冷凍庫を専門とするアマナ社出身の技術者である。ラウッシュは、アルミニウムのプレートを回路モジュールの側面に当て、マシンのコアを通るフレオンでそれを冷やした。このシステムはメカニカルで故障しやすかったため、 7600は上から見ると C の形状に再設計された。これは冷却パイプのどちら側にもアクセスできるようにしたもので C の中に入っていってキャビネットを開くことで内側からも内部にアクセスすることができた。7600はハードウェアも命令も60ビットワード長も6600と共通の特徴を有するが CDC6600 と オブジェクトコードレベルの互換性はなかった。さらに、完全なソースコード、互換でもなく、いくつかの命令は追加され、いくつかの命令は削除されている。当初 CDC6800 と名付けられたが、完全な互換性が提供できないため、クレイ自身が7600へと解消することを決定した。しかし、オペレーティングシステムの設計により、 6600と7600のソフトウェア環境は細かい際はあるが、ほぼ同様のものとなった。大まかに言って、7600は6600によく似ている。当時、メモリは個別のアクセス経路を持つブロック群として構成でき、クレイの設計はその点を活用したものであった。多くのマシンが単一の CPU 上でシステムの機能を実行していたのに対して、 クレイは CPU が処理している間、メモリが何もしていないことに注目した。この時間を活用するため、6600と7600では、出力のプリントアウトや、パンチカードの読み取りなどといった仕事を10個のベースの12ビットマシンである、周辺プロセッサに任せた。マシンは、サイクルごとにいずれかの PP が制御を受け持って、メモリにデータを供給し、その間に、CPU は、 計算をし続ける。あるサイクルが終わると、次の p p に制御が渡される。この方式では、メモリは常にデータが書き込まれ、それを CPU が使うことができ、CPU は算術演算に洗練して、他のことをする必要がないのである。6600と同様、7600は60ビットのワード帳で、命令帳は15ビットであった。しかし、 メモリのレイアウトが変更されたために命令セットは変更されており6600との互換性はない。それでもよく似ていたのでコンパイラやオペレーティングシステムを移植するのは難しくなかった。このマシンはリリース時にはソフトウェアが存在しなかったため導入したサイトでは自前でオペレーティングシステムムムカロスなどやコンパイラを書く必要があった。6600の後を継いで 1969年から1976年にかけて CDC-7600 は世界最高速のコンピュータ、これはクレイマイナス -1 を後継とした場合であった。しかし、高度な冷却機構を使っていたにもかかわらず、7600は故障が多かった。ローレンス・リバモア国立研究所やアメリカ大気研究センターによれば、このマシンは1日に1回の割合で故障し、 ひどい時には1日に4、5回故障したという。バグが落ち着くまで、各サイトでの受け入れは数年かかり、マシンが売れるようになってもハイエンドの日市場であったため、CDC にとって利益を上げたとは考えられない。後継の CDC8600 は完成することなく、シーモアクレイは自身の会社であるクレイリサーチを設立することとなった。 世界最高速のコンピュータのリストとしては、6600とクレイ -1 の間に TI、ASC とエレック4を入れることがある。これらは商業機ではなかったり、商業的には失敗したとされる。現存する7600の一部がコンピュータ歴史博物館に展示されている。あまりにも大きいので、角の2ユニットのみの展示となっている。 残りのユニットは倉庫に保管されている。チッペは、フォールズミュージアムオブインダストリーテクノロジーにも7600が展示されており、コンソールやテープコントローラがある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。